今まで13人殺したそこらのアホに比べりゃ自分は強い方だと思ってる。殺しは楽しい。生きがってるヤルルのガキ、あの顔ときたらだからわかる。俺の目の前にいる横一列の敵、怖え、ちくしょう、あいつら楽しんでる。クズマンド、足が、ああ、やられちまう、アラグマのやつ。信じらんねえ。なんでヨウム戦士団にあんなに近づけるんだ。兄貴、キツネ、アナグマを連れて砦へ下がれ。全軍に通達、退却だ。冗談だろ、俺はまだ戦える。もういい、アナグマ、周りを見ろ。クソ、こんなに死なねえと飛賀の実力差が分からねえとはな。退却。え、退却、やったー。固まるな、チリチリに逃げろ。待ってくれ、足が、あっか、ちょどうした、ウルフ。は、いえ、今、ケティルとおぼしき者が私の部下に倒されました。不手際だな。捕縛しろと命じたはずだ。は、申し訳ございません、陛下。確認してまいります。ヨウム戦士団が逃げる者の背を切っている。それも命令違反だ。フローキに追撃するなと伝えよう。は、遺体を粗末に扱うな。後で遺族に引き渡し。クヌート、見印もらった。驚いたぜ。まさか俺の剣を受け止めるとは。腕を上げましたな、陛下。右手に力が。今の一撃でくじいたか。いいぞ、ハハ。それでこそ大将首ってもんだぜ。くっ。遊んでやりてえのは山々だが、すみませんな、血と時間がねえ。改めて見知るしちょうだい。うわっ、
剣を私にお下がりください。この絵体戻れ、陛下をお守りしろ。みんな死んだわ。大切な人はみんな。これ以上生きて何になるの？もうここには何も。なぜ生きなければならないの？俺はあなたを、アルデイさん、どいてくれ、エイナル。昔父から教わった死者を蘇らせる術だ。エイナル、話しかけろ、大声で。アルデイさん、行くな。俺はあなたが大好きなんだ。あなたが必要なんだ。また俺の話で笑ってくれ。生きて、また一緒に生きてくれ。生きてくれよ。遥かな西、大海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地だ。そこならきっとあなたも苦しまずに生きていける。アルネイズさん、俺たちと一緒にそこへ行こう。ヴィンランドに平和な国を作ろう。お前らか、なんでまだこんなところにいるんだ。よせ、エイナル！ケテル！お前がアルネイズさんを殺してやる！やめろ、エイナル！旦那を殺しても何にもならない！そうか、アルネイズが。目を覚ませ、エイナル！お願いだ、エイナル！Thank you.
の怒りは旦那を殺したって収まりはしない。怒りが怒りを呼んで次々に人が死ぬだけだ。俺はずっとその地獄の中にいた。頼む、エイナル、俺と同じ呪いになんかかからないでくれ。トルフィ、待て、どこへ行く？待たんか？何をするつもりだ？クヌートに会いに行く。旦那はまだ生きてた。捕まってもいない。決着がついてないんだ。これ以上死人を出さずに済むかもしれない。バカな、すぐにわしとここを離れるんだ。なぜお前がそこまでせねばならん。トルフィン、今度こそお前をアイスランドに連れて帰らせてくれ。頼む。おっちゃん、昔話してくれたよね。俺たちのご先祖様は逃げて、戦いを逃れてアイスランドにたどり着いたって。あの時はカッコ悪いってそう思ったけど、今はすごく誇らしく思う。トルフィ、ざっと見たところクヌートは100人前後の兵しか連れていなかった。どんなに悪く転んでも生きて戻るだけならなんとかなる。船で、いつでも船を出せるようにしておくぞ。無理はするな。必ずアイスランドに帰るぞ。ドルフィン！